まーこさんは食べ友のお時間です。例えば高級フルコースを食べに行った後でも家に帰ってお茶漬けが食べたくなることってあるじゃないですか。今回はそんなテーマでお店に行ってみたいなと思います。そんな今回のお店はこちら、たつきさん。地図で見てみると、地下鉄北大路駅から徒歩15分ほど西へ行ったところ。駅から歩いてみると、まず西へ向かってずんずんと進みます。そして北大路新町の交差点を右に曲がって、さらにずんずん進んでいくとお店が見えてきます。駅から少し離れた静かな街並みに馴染む素朴な外観、のれんのデザインからしてとんかつがメインのお店なのでしょうか。配達もしてはるのか詳しくわからないんですが、懐かしい感じのバイクも置かれています。それではお邪魔してみましょう。ご覧くださいませ。全国いにしえ食堂愛好家の方たちにはたまらないこの雰囲気。いにしえ食堂オタクの私も全身鳥肌が立ちすぎてお大根がおろせそうなくらいです。歴史を感じるグレーの壁にモスグリーンのパイプ椅子、ピーコさんのファッションチェックを参考にされたのかと思うくらい、店内がこの2色で構成されています。早速メニューを拝見しおすすめを聞いてみました。おすすめって何かあります？いや、おすすめはないけども、まあ、よう出るのはカツ丼とか中華そばとか。あ、でもとんかつって書いてますもんね。これはもう最初の先代人が、自分の親がやってる。あ、先代の方がとんかつをされていたそうで、のれんはその名残なんだとか。なので、他にもいろいろなメニューがあります。うどん380円、カツ丼650円、コロッケ300円、焼肉780円などなど。こちらのお店では定食はなく、お好みによってお味噌汁120円やライス180円を注文するスタイル。歴史のある食堂、一つ一つのアイテムは時を重ねた味わいがあるのですが、とても大切に使ってこられたのがわかる。お店の中がすっきりとしていて、この調味料入れの様子からも店主さんの綺麗好きな感じが伝わってきます。注文を終えて少し厨房を覗かせていただきました。もうじゃあ仙台からだったらどれぐらいになるんですか、お店は。55年ぐらい。あ、そうなんですか、うん、なかなかこんなあの昔ながらのお店がないから貴重ですよね。なかなか貴重です。仙台さんから55年の歴史があるんですね。そう思うとやっぱりすごく丁寧にお店を使われていて、歴史はあるけど古さを感じさせない昭和の食堂を冷凍保存したような店内です。また後ほどお話を聞いてみたいと思います。たつきさんはお昼から夜まで通し営業をされていますが、この3時前後はゆっくりする時間なのでしょうか。普段は奥様とお二人で切り盛りされているそうですが、お買い物に出られたとのことでした。外を眺めると昭和の世界から令和の景色を見ているような、時をかける元少女になった不思議な気分です。そんな時ハムエッグがやってまいりました。大きなハム2枚ほど敷かれた上に卵が2つ、プチンと弾けるのを待つ薄い皮に覆われたトロトロの黄身がうかがえます。そしてすぐにチキンライスもやってまいりました。福神漬けが添えてあるシンプルイズベストなビジュアル、何事にもぶれない正々堂々たる姿が実に眩しいです。今回は店主さんとも相談し、以前から友人に聞いていたいただき方をしてみたかったので、こちら2品を選ばせていただきました。それではいただきます。まずハムエッグから。お箸の入りが柔らかくふわふわしているのが伝わってきます。卵も弾けたくてうずうずしている感じなので、えいえいえいと割らせていただきます。黄身を絡めてパクリンチョ、おいしい。やっぱり家で作るハムエッグとは全然違う。プロの方が作るとこんなにおいしいんだって感動します。ハムも卵もふわふわ、細かく千切りされたキャベツが卵と絡んで一緒に食べるとより食感とおいしさが増します。ハムエッグって子どもの頃初めて作ってみるお料理くらい馴染みのあるものですけど、ハムはしっとりとしていて、卵は火が通りつつもふわふわ。定番すぎて見過ごしがちですが、
ハムエッグの美味しさに改めて感動しています。添えられたポテトサラダは胡椒が効いていて、シンプルながらこちらもとても美味しいです。シンプルゆえに卵と絡めたり、キャベツと絡めたり、お皿の上でいろいろと楽しませていただきます。そしてチキンライス、こちらもパクリンチョ、懐かし美味しい。初めていただくたつきさんのチキンライスなんですけど、懐かしさがこみ上げてくる。海外旅行行った帰り、カレーライスを食べると帰ってきたって感じになるとか、時々無性に卵かけご飯が食べたくなるとか、そんな感じ。小学生の時、当時は土曜日も午前中だけ授業があって、帰ってからお昼を食べるのですが、うちは共働きやったんで、朝に母が作っておいてくれた焼き飯とか焼きそばをチンして、ノックは無用からのノンストップゲームを見ながら食べるっていうのが土曜日午後の定番やったんです。次の日はお休みだし、夜になったら8時だよ全員集合とか、俺たちひょうきん族があるし、土曜日の午後ってなんか特別感があってよく覚えているんですけど、そんな当時のことを思い出す懐かしくて美味しいチキンライス。そしてここで失礼いたしまして、半熟卵焼きをチキンライスの上に乗せさせていただきます。洋風親子丼と言いましょうか。これが友人伝授のいただき方でございます。そして卵をちょん、あら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 、ご飯を伝って卵が流れていく様をただじっと見ていられる絵力の強さです。日本の滝百選に混ざっていても違和感ないんじゃないでしょうか。ではパクリンチョ、はあ、おいしい。よくあるトロトロ卵のオムライスのもっと卵卵した感じ。チキンライスに濃厚な卵の風味が加わって、お味がハイから昭和から一気に平成っぽくなった味わいです。ここでお店の方に伺ったお話を少し紹介させていただきます。先代さんから受け継がれてこちらで55年、たつきさんという店名は先代さんがたつ年だったことと、お母様のお名前の一文字喜ぶからいただいて、たつきという店名になったのだそう。昔からのおなじみのお客様も多いらしく、私がいた時も新聞を片手に店主さんと一言二言交わし、さっと食べてさっと帰らはる、そんな飾らない日常の風景が印象的でした。そんなわけでとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。としようと思ったのですが、この日は朝から何も食べられなくてお腹がペコペコやったんですね。なのでデザートにというか中華そばもお願いいたしました。見た瞬間、注文してよかったと思う最高に美味しそうなビジュアル。澄んだスープに細めの麺、かまぼこ、チャーシュー、おネギ、ふわっと胡椒の香りもいたします。とても美しいですよね。スープはサラサラ、麺は細めのストレート麺です。まずスープから、ごくりん、お、おいしい。すっきりとしてるんだけど深みのあるスープ。麺をずんずるずんずるといただいてみても、スープを従えて上がってくる麺は喉越しよく流れるように食堂を通っていきます。キリッとしているんだけど優しい。お店の方の愛情を感じるお味です。これは中華そばランキングに旋風を巻き起こす隠れた名店かもしれません。ほんと、めちゃくちゃ美味しいです。店主さんに中華そばすごく美味しかったですと告げると、昔ながらのシンプルな中華そばがいいかなと思ってやってる。もうわしら、こういうのはあかんからな。こんなんがいいやろ、とのこと。確かに朝ごはんにもぴったりなくらいスルスルといただけるし、程よく効いた胡椒が今日もやったるって気持ちにさせてくれます。今年の夏休みは宇宙へ家族と行きます。へえ、私も去年行ったよ、みたいな時代になったってきっと愛される中華そばですね。ごちそうさまでした。素朴がごちそう、そんなテーマでお送りした今回、そろそろ土曜日恒例の昭和歌謡を歌いながらお別れの時間がやってまいりました。今回の曲はリクエストをいただいた中から中山美穂さんのワクワクさせてを選ばせていただきました。今週もマーコさんは食べ友チャンネルをご覧いただきありがとうございます。それでは皆様、素敵な週末をお過ごしくださいませ。ありがとうございました。アップサイダーからアポに消去して体ん中、早い爆薬を仕掛けてね、ワクワクさせてよ、
地味っぽい顔はやめて、ドキドキさせてよ、生き方を果てにしなよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。懐かしい美味しさが目白押しで、端から端まで全部食べたいくらい、近くにあったら毎日でも通いたい食堂でした。撮影させていただきありがとうございました。それではまた次のお店でお会いしましょう。バイバイ。